よいしょ。はい、どうも皆さん、こんばんは、マー君でございます。本日もね、ご飯を食べてまいりたいと思いますね。腹減ったね。本日12月15日の19時26分で、ございます。腹減った。今日ね、もともとハンバーグ&ハーフカットステーキ弁当、これ食べてなかったから、これは食べ焼けるんでしょうということでね、買ってまいりました。ご飯大盛りでございます。おー、いいね。それでは早速開けてみたいと思います。おー、ぷん。いや、今日も美味しそうだね。いいね。それでは、金曜日の夜に乾杯。エッセス、エッセス。はぁ、寒いけどうまいな。あ、こちらプラスカラーね。すぐいただきましょう。ステーキソースかけて、ステーキか食べよう。それではいただきます。あー、おいしい。うん、抜群に美味しいね。今日さ、帰りにさ、ほんと持っていく前に餃子スーパー行ったのよ。ポン酢とさ、赤ウインナー買いに。ポン酢はちゃんとあったよ、1リットルのね、昆布ポン酢。そしたら赤ウインナーないの。丸大食品のさ、あの業務用の大きい袋に入った赤ウインナー、店員さんに聞いたらさ、もう入荷しないんだって。マジかよ。赤ウインナーないと困るな、ほんと。あー、おっともっとうめえ。ステーキだけでご飯半分以上食べちゃったらかも。業務スーパー以外にもさ、赤ウインナー売ってるとこあるんだけど、業務用じゃないのよ。なんかちょっと割高だったりするのね。これウインナーついてますね。ウインナー、このトマトのウインナー美味しいんだこれ。おいしい。あ、それとコメントで、龍馬伝さんだったかな、昔のマー君と今のマー君がだいぶ違うって、どっちが本当のマー君ですかって。
どっちも本当の私マークでございますけど、初期の頃はね緊張してたんですよ。もうめちゃくちゃ緊張してない、今は全く緊張してないんだけど、あの YouTube 始めた頃はねものすごく緊張して、だからねちょっと今とは違う感じになってるの。でも始めた当時はもう緊張して喋れないから、あの今これハイボール飲んでるでしょ、これ本当に今日初めての今日初めて一杯目のハイボールなんだけど、 YouTube 始めた初期の頃はその事前にね一杯なんか飲んでたのよ。もう飲まなきゃもう喋れない、緊張してカメラの前出れないみたいな、そのぐらい緊張してた。だからまあ今となんか感じが違うのかなという。おーうまっ、ね、自分でね昔のね動画見るとねこっぱずかしいよね。うん、ご飯足んないな。ちょっと待って、普通のさ、あの普通のっていうか自炊した時のご飯おかしないじゃない、あれあのおかわりしに行くのめんどくさいからさ、たくさん食べたい時はあの丼でさもう最初からたくさん入れとくの。でそんなに食べない時は普段のあの冷凍のご飯をねタッパーに入れて冷凍のご飯をチンするだけだし。うん、あーおいしい、あーほっとする。うん、ラオさんプラスから揚げの今日はねホットチキンじゃなくて普通のプラスから揚げね。あります。プラス唐揚げにもハニーマスタードなんだな。ハニーマスタードとかさ、マックのね、マスタードソースの味がそっくりなんでございます。このプラス唐揚げでかいね。いいね。美味しいね。美味しいね。きっと。いただきます。抜群にうまい。トチキンも美味しいけど、やっぱプラスから揚げも美味しいね。年末ホットモット閉まるんだろうね今年も。多分三が日閉まってんだよな。うん。まだ年末年始何日か決まってないんだよね。新幹線も取ってないしな。ここにいるんなら、あの12月31日はライブ配信 したいと思います。カウントダウンライブね、ここにいるんならねしたいとは思うんだけど、うん、
まだ分かんないけど。うん、あー、美味かった。今日ハイボール一杯しか飲んでないじゃん。全然炭酸が減ってないから、もう一杯飲もう。金曜日だしな、ね、あー、それ中尾のイクラ丼食べてくれってコメント来てた。気が乗らないな、あれ。中尾の海鮮丼美味しいわけがないもん。美味しかった。美味しゅうございました。お腹いっぱい。それではごちそうさまでした。皆さん、またお会いしましょう。さよなら。